茶を飲もうというのか、この俺と。いや、今のはただの礼儀ってものさ。それより手を貸しとくれ。地図が盗まれちまってね、取り返したいんだ。かなり腕が立つと検事から聞いた。そなたのために罪は犯さぬぞ、たとえ検事の友であっても。ああそうかい。地図には食料のありかが記されててね、あれがなきゃ民は飢え死にだ。盗人を探せと申すか。ああ居所は分かってる。三股辻の井戸の近くの賭場。あなたは地図を取り戻すだけでいい。よし行ってみよう。もし嘘であれば。酒井様、この私を疑っちゃいけないよ。正直者の私を疑った末路を知りたけりゃ、外に飾ってある男の首でも見ておいで。お気をつけて。その盗人は手強いから、一筋縄ではいかないかもね。これからも頼むぞ。影さあ、これが三股辻の井戸だが、賭場はどこだ。いい子だ影。道を進んでみるか。これが例の賭場、アボ。アラヤのようだ。誰か。俺の地図だ、帰れ。酒井仁と申す、開けろ。それじゃあ俺はアマテラス大神だ、帰れ。他の入り口を探すか。
お主がアマテラスとはな。地図はどこだ。お許しください。地図はないんです。浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです。罠か。使いだと分かってるんでしょう。あいつら地図で人儲けするつもりです。侍、出てこい。いい取引があるんだ。ここにおれ。そういたします。ウムギ御前の地図を探しているそうだな。売ってやってもいいが、値は張るぞ。盗人と取引などせん。だろうな。だが使いの仕事をするのだろう。こちらに地図を渡せ。奪ってもいいのだぞ。あんたは噂通りの堅物だな。負け戦は嫌だろ。地図が欲しけりゃ金を払え。二度も言わせるな。殺せ。どこだ。誰かが地図を持っておるはずだ。これだな。地図を取り返した。手間を取らせてしまったようだね。豊玉の民のためだ。食料はすべて皆に渡すのであろう。もちろんさ。ここは我が家、みんな家族同然。腹を空かしてるっていうなら何としても食わせてやりたいんだよ。ではあとは任せる。一つ借りができたね。